画家の川田裕子です。画家ラジオ、今回はアメリカの作家ジャスパー・ジョーンズを紹介します。アメリカの美術というとどのような美術を想像するでしょうか。最近はポップアートのアンディ・ウォーホルなどをご存知の方多いかと思います。ちょうど同じ時期にジャスパー・ジョーンズという人も活躍していまして、アンディ・ウォーホルがいろいろなパーティーにこう顔を出してメディアにもたくさん出ていましたし、ポップアートというとまず最初にアンディ・ウォーホルを思いつく人が多いかと思いますが、アンディ・ウォーホルが1987年に亡くなっているのに対してジャスパー・ジョーンズはとても息の長い作家です。で、私は正直なところあまりジャスパー・ジョーンズはピンときてなかったんですよね。本当に最初教科書のアメリカのポップアートというところにアンディ・ウォーホルという名前と一緒にジャスパー・ジョーンズも書かれていたかもしれませんが、その時に確かアメリカの国旗の作品が出ていました。で、なんとなくそれがわざとらしいというか、なんか国に媚びているような感じがして、国家主義みたいな感じが私の誤解だと思うんですけれども、そんなところも少し感じていたんですね。で、たまたま私は2006年の9月に、知っている作家がアメリカで個展をしていたので、それに便乗してアメリカのニューヨークを滞在して、いくつかグッケンハイム美術館とか、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、いろいろ回りまして、で、ニューヨーク近代美術館の、抽象主義の作家のコーナー非常に見たくて見に行ったんですが、その隣にポップアートのコーナーがありました。で、あるあるっていう感じで、相変わらずやっぱり国旗なんだなと思ってみましたし、それからそれ以外に的、ダーツの的みたいな標的、弓とかピストルなどで撃つ時のその的ですね、的を描いた作品もありました。ね、あるあるとすぐ分かりやすいところはいいところだと思うんですが、なんかいつもこれだよねみたいな感じで見てた記憶があります。ところがですね、それからもう多分10年ぐらい経ってから、エンコースティックという、これはエンカウススティックとも呼んだり、エンコースティックと言ったりするんですが、蜜蝋絵画の手法をちょっと私自身興味がありましたので、技術書を見たり、それから、インターネットでエンコースティックの、代表的な作品ってどんなものがあるかなと思って調べたんですね。エンコースティックというのはもうすごく古い技法でして、エジプトの時代からある、技法なんです。これは皆さんがご存知のろうそくの材料となっているろうですね、それのもっとその 原料に近い、要するにあまり精製されていないろう、蜜ろう、この蜜ろうを、溶かして顔料と一緒にこう混ぜて塗るという、そういう技法が昔からあるんです。で、その技法で描かれている作品にはどんなものがあるかなと思って調べていましたら、このジャスパー・ジョーンズ の作品が出てきたんですね。で、よく見たら
よく見たらというか、ジャスパー・ジョーンズのあの国旗が蜜蝋で書かれているというのも結構驚きだったんです。私はすっかり油絵で書かれているものばかりだと思っていたので、エンコースティックで描かれているものもあるんだと思ってちょっとびっくりしました。それからだんだんジャスパー・ジョーンズについてどうしてエンコースティックの技法を使ったんだろうということがすごくこう私の中で興味が湧いてきまして、それでいくつかカタログ、画集とか、それから日本人の評論家で遠野義明という人がいるんですが、この人の本なども取り寄せて、読んでみました。ところがですね、遠野氏の本には残念ながらエンコースティックという用語すら出てこないというか、つまりですね、遠野さんの、研究範囲というのはマルセル・デュシャンとかアンディ・ウォーホールとかジャスパー・ジョーンズとか、つまりこの レディメイドとか大量生産とか、どんどんこの人類のがその物質文明にこう染まっていくところに、そのアメリカの作家たちがマルセル・デュシャンを、フランスの作家ですけども、そこからこう影響を受けて、社会批判的にその大量生産品やその物質そのものをテーマに描いてるっていう、こう社会批判の一つとしてこの人作家たちを取り上げているっていう感じが私はしたんですね。そういう見方も確かにあるんですが、私はなんかそういうところ だったらわざわざエンコースティックという蜜蝋という昔のその古典技法に使われていた材料を使うわけはないなと思いまして、またますますこう興味が湧いていったんです。この先ほどから言っている、コンセプチャルというか大量レディメイドとかそういう言葉は、最初にそのデュシャンを思いつく人が多いんですね。このデュシャンという人は、泉というタイトルで、男性用の便器を展覧会に、出品しまして、最初は出品したんだけど展示の準備室の方に転がってたっていう、そういう由来のある作品ですが、その作品というのはものすごくその美術の歴史の中では画期的なというか、思い切った価値観を変えるような出来事だったんですね。でそのデュシャンの影響のもっと向こうにはですね、実は私はゴッホの靴の作品、労働者の靴とか、それから椅子の作品、椅子だけを描いた作品とかあるんですが、そういうその物質そのものにありふれたものをそのままそれだけを描くっていうのは、ゴッホあたりから来てるんじゃないかなとは思うので、すごくそこからこうジャスパー、遠野さんのおっしゃってることもわかるんですが、ジャスパー・ジョーンズがどうしてその古典的な技法で国旗を描くようになったのかなとずっと考えるようになりました。で、最初はその国家にこびてるような感じがしてきたのに、実はそのエンコースティックだけではなくて、ジャスパー・ジョーンズの場合はさまざまな画材で国旗を描いてるんですね。そこもとても興味深くて、ドローイング作品の画集などもちょっと
アメリカから取り寄せて見てたりするんですが、それがですね、あまりこの上手に描こうとしないんですよ。非常に自然に、まるでその日本の水墨画を描くような感じの国旗もあるんですよね。つまりあのにじみは例えば黒の水彩絵の具で、モノトーンで国旗を描いてあるものがあったり、またそれが紙ではなくてプラスチックの板にインクの黒の紙、あのインクの黒で国旗を描いてあるもので、それはそのプラスチックの板ですから、こう微妙な弾け具合というか、そのインクの広がり具合とか透明感とかがありまして、それによって国旗を描くってなんだろうなっていう感じなんです。すごくそれが気になって、私の中でそれをまだ決着はつけてないんですけれども、そうかと思うと、今度鉛筆、本当にごく普通の鉛筆デッサンというか鉛筆のドローイングとして、その紙に鉛筆を使ってモノトーンで国旗を描いたり、あるいはそこに色鉛筆の赤とかブルーとかを入れて、そしてあまりそんなに緻密なこのしっかり描くような国旗ではなくて、色鉛筆なりのその要するに埋め尽くせない大きな紙の上で、鉛筆の線ではこの白い紙が埋め尽くせないという、そういう特徴があるじゃないですか。でそれはそれなりで国旗を描いていたり、あるいはその版画もあるんですよね、エッチングもありますし、それからリトグラフもありますし、さまざまな手法を貪欲にこの自分の中に取り入れている。しかしこの自分の意思というか、その描く力に服従させないというか、その材料のこう言うこと聞かせるっていうような、この強引な描き方とか制作の仕方ではなくて、その材料の特徴をこう愛情を持ってこう自分の中でとこの理解するというか許容して、そしてその特徴をうまく活用しながら、そしてまたうまくなりすぎない自分の本当に自然な手の動きの微妙なズレとか、微妙なこの歪みというか、そういうものも強制せずに、ありきたりな国旗を描くという、なんかそれを見ているとですね、国旗を描くこと、その遠野さんが説明してたような、その社会批判として、タイトルというかテーマを取り上げているような気はしなくてですね、むしろ私の中ではそれはありきたりなアメリカのある一つのシンボルとしてこう取り上げてるだけで、何でもいいという感じがするんですよ。それでそれを裏付けるように、例えば数字、脈絡のない数字の羅列を鉛筆でデッサンで、あたかも立体的な数字の文字のような、なんて言うんでしょうね、ハンコで押されたような文字、数字をあまりその上手にじゃなくて大雑把なんだけど、しかしよく見ると何か機械製品とかのナンバリングのように見えるようなフォントになってまして、それをまた意味のない数字の羅列で見せる。別にその数字に意味がないんですよ。あるのかもしれないけど、そういうことは全く重要視してないというか。だからそれを見た時も、何かその日常を見慣れていて、どっかで見たことがあるようなものを、
絵画に置き換えてみることで、その自分たちのその世界のその即この見落としがちな、風景というんでしょうかね、そのものの美しさみたいなものを改めて感じさせるとか、あるいはその奥の材料そのものの味わいというか、人間味のあふれるその描写の仕方とか、そういうものがこうひしひし伝わってくるようになってきたんです。だから、ああそういうことが私も分かるようになってよかったなって思ったんですよね。つまり、ジャスパー・ジョーンズが素晴らしいとか、アメリカンポップがこうだから重要だとかっていうのではなくて、私が初めて見た時は大して感じなかったものが、ある時間を経て、だん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 いろんな経験、直接見た経験もあるし、なんかこう気になって調べたりしたその先に、自分がああしっくり、これこういうことだったんだな、美術をずっとこう関心持って見てきてよかったなって、そういう瞬間だったんです。だから物の見方というのはいろんな見方があると思うので、導入でたとえそのつまんないとか、なんか全然ダメこれとかっていうことがあったとしても、あまりそのことを気にしないで、なんかわからないけど、きっとは自分がその時にはわからないだけで、きっとそのうちわかることもあるかもしれないと思っていろいろと見ていくということが重要なんじゃないかなと、この件に関しても思いましたし、まあこれだけじゃないんですね。私の場合は本当に10年ぐらい経ってとか、本当にもう何年も経ってから、あこれってこういうことだったんだなって思うことがこうあって、そして作品がますます、絵画作品にますますこう興味持っていきましたし、自分も制作していくようになったということなんです。まあ細かいいろんな情報はまあすごくこう短くまとめて概要欄に貼り付けておきますので、そこにはリンクも貼っておきますし、もしもっともっと、私の言葉は鵜呑みにしないで、もっと自分だったらこのジャスパー・ジョーンズから、こう気がつく見方ができるんじゃないかって、そういうふうな感じで興味を持って、ジャスパー・ジョーンズにより一層興味持って見てもらえばいいなと思いまして、今回ジャスパー・ジョーンズを取り上げてみました。まあ作家を取り上げて、これからちょっとずつ私が 見れる限りというか、私がピンと来ないとなかなか言葉にはできませんので、わからない作家はちょっと紹介できませんけれども、私が忘れてしまってて重要な作家っていう人もいるので、もしこんな作家取り上げてほしいとか、まあそれが取り上げられるかどうかはわからないんですが、こういう例えばアメリカとかじゃなくて日本の作家はどうですかとか、興味のある、作家がいましたら、ぜひコメント欄など利用して声をかけてもらえればと思います。画家ラジオ、話しては画家の川田裕子でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。